1976年シルバニア村。ホセー。うわぁ、ホセがやられた畜生め。やぁ、よく来てくれたね、キメイマルくん。オーナー。なんでしょうか。君 FA したけどまだ移籍先決まらないんだってね。お恥ずかしながら。君は1年間全く働いていないからね。そのおかげで低迷の原因にもなったし、おまけに不祥事を起こしてるんだから。怒ってますか。その点につきましては謝罪いたします。いやいや私は怒っていないよ。その代わりファンは相当激怒しているけどね。だから今度行われるファン感謝祭に君に出てほしいんだよ。君が主役だ。僕は移籍するので。出るよね。いやだから。出てくれるよね。出させていただきます。ファンたちと最後の温かい交流をしてくれたまえ。そして、ファン感謝祭当日。本日のファン感謝祭のゲストは、低迷の元凶の山川キメイマルくんです。わら。キメイマル殿の面下げてファン感謝祭に来てるんだよ。なんだその格好は。ファンの皆様、キメイマルくんと最後の交流を楽しんでください。ほら、キメイマル、これでも食らえ。お前のせいで B クラスになったんだぞ。問題起こしても見放さずにフェニックスリーグにまで出してやったのに FA 取ったから無罪放免だと思ってるのか。違います。二度と西部に戻ってくるな、この豚野郎。ブベラ、バベラ、まだまだ、暗いやりちん野郎。これが私の怒りの剛速球だ。なんだこの剛速球は。うわりゃうわぁ。ふん、スカッとした。おい、待ってくれ。君すごい剛速球だったな。ありがとうございます。あなたは。私はスカウトの竹下ニトリだ。さっき測ってみたら175キロは出てたぞ。しかもキメイマルの一物に直撃させるなんてすごいコントロールじゃないか。君名前は。ゲリット・ゴールです。ゲリット・ゴールの親戚です。なに。あのヤンキースの。君年はいくつなんだ。19歳大学生です。パワフル大学の野球サークルに入ってます。君、育成でライオンズに入らないか。どうしよっかな。3年後のドラフトでライオンズに指名されることになる。